こんにちは、栃木のたけし農場です。あぜのよもぎの、ごめんなさい、あぜの菜の花の様子ですね。今ちょっと よもぎのこと考えてたら間違えちゃった。菜の花の様子です。で、2月にね、ちょこっと撮影に来ましたらね、ちょこちょこ花咲いてたんですが、まあ本格的にね、咲き始まりましたね。って言ってもまだ3月の 頭なんでね、走りです。こんな感じでね、ちょっと走りなんですけど、まあちょこちょこ、咲いてますんで、今日はね、ちょっと花を摘む準備してこなかったんで、まあ明日はね、カゴとか袋なんか持ってね、花芽をね、摘みに行きたいと思ってます。まあ春はもうすぐそこだよね。うちもほうれん草今食べてて、あと大根もね、食べられるんで、まあ本格的にね、春野菜の季節ではないんですが、まあそこそこ食べる青物はあるんでね、いいのかなと思ってます。もうちょっとさっき行くと よもぎがあるんだよね今ちょっと よもぎのこと考えててね、名前間違っちゃったまああとね、よく探せばセリなんかもあるんでしょうけどね、もうめんどくさいんでセリはやめますあのこういうよもぎのように固まってないんでね、セリって結構バラバラなんで、これよもぎなんですけどね、バラバラなんで、まあ摘むの大変なんでセリは摘みませんまあ一応菜の花の花芽だけですね、摘むとすればね、あとは摘まないで、そのままにしちゃいます。はい、この中に ここなんかね、結構花咲いてますよね。ここはもう剪定バサミでバズッと切っちゃいます。そうしますと脇芽出てきますからね、こういう花咲いちゃったところはもう剪定バサミでね、バツッと切っちゃってね、はい、脇芽を取りたいと思います。よっこいしょ。はい、田んぼのね、あぜのね、はい、菜の花の様子でした。お付き合いありがとうございました。